大阪の学校法人森友学園に国有地が格安で払い下げられた問題で、学園の理事長が自民党議員に口利きを依頼していたことが明らかになりました。紙に入ったものをこれでお願いしますよ、おばはんの方が一瞬で金だと分かりましたよ。だからそれを取って無礼者と言ったんだ。自民党の河野池参議院議員によりますと、森友学園の籠池理事長が2014年4月に夫婦で訪れ、土地の売却問題で財務省との仲介を依頼してきたということです。河野池議員はその場で断りました。河野池議員は学園側から20万円の献金を受けていますが、返金する意向を示しました。